急に女子遊びに来たみたいな。もう撮りましょう。はい、紹介してください。はい、紹介してください。カウンセリングルームです。だいたい20分から30分ぐらいかけて話して、基本的に患者さんあっちこっちに移したくないんで、患者さん座っていただいたらドクターが入ってきて診察するっていうやり方です。はい、ここが院長室ですね。はい、柴田先生の部屋。そうですね、ちょっと散らかった。何もないですね。散らかりようもないですけど。な、本ないですよ。これがプラスになると思わないから。なるから。いや、本当に何もないですね。何もないですね。最近ハマってる本は。今読んでるのはウクライナ編です。ここは私側にも特化してもらってる。ここも完成にいるんですか。そうです。ここが手術室ですね。私ここで手術したことないですよ。ないね。手術室に何か求めるものってありますか。ここ行ったら見るとこってありますか。全然ないんですよ。ん、私あります。私リカバリールーム近い方がいいんですよ。ああ、フラフラした後。そうそうそう。あ、ここから先は別に面白いことは何もなくて、すっごいコンパクトですね。うん、もう売りは東京駅にとにかく近いぞっていう感じ。地方の人が新幹線使って降りました、乗り換えなしでもうそこから歩けますっていうのでね、先生探したんですよ。もう東京駅にこだわったんですよ。新宿、渋谷、六本木だと東京の人は分かるわって感じ。遠いですよね。そう、地方の人だとやっぱりね、そこ分かんないし、泊まりにならなきゃいけないかなみたいな感じになると一歩踏み出せないかなと思って近いところで。そもそも分かりました。すぐ分かりました。あ、じゃあ分かった。この辺は来る、東京駅には来ないでしょ。あんまり来ないですね。そうそうそう、八重洲は来ないよね。何を求め、美容外科。美容外科、うん、適正料金。料金、ね、料金は大事よね。料金が大事、一番大事。それが一番ですか。チャミさんに見といてほしいのはメニュー表見てほしい。見ます。本当に安いんですよ。クリニック開くにあたって柴田先生とすっごい話して、もうアップセルしたくないね。アップセルって、ね、疲れるんですよ。そんなに高く思ってない人たちに対して上げていってって、相手もやっぱりどんどん不信感高まるし、それでもやってもらおうと思ったらどっかでも強引に強引を重ねて、根負けしました、やりますってなって、でもその後クレームになったらそんな目に見えてて、ものすごいストレスなんですよね。何にもいいことなくて、だから料金はかなりフェアにやりたいっていうので、もうそのままの名前でフェアクリニックにしてるんで。太ってるの？あ、太ってるんですね。そうなんです。だから、まあ、あの料金をぜひチェックしてもらって、本当は3個受けたいけれども、うん、もうどこどこの病院行ったら結局広告と違って1個しか受けられないっていうところを、本当に3個受けれる、目と鼻と輪郭変えたいっていうのを一緒にやりたいんだったら一緒にやってほしいじゃないですか、こっちも、うんうん、どっちかっていうと僕先生、自分の中のコンセプトは大学に近い定食屋さんみたいな感じで、お腹いっぱい美味しいもの食べてってやって感じなんですけど、それ合ってます？ちょっと違うみたいな。そうなの。こっから先考えていった時に、そんなにお金ボンボンって払う人たちってのは少なくて、でも美容整形を受ける裾野はどんどん広がってるから、その人たちが無理なく受けるんだったらやっぱり料金かなと思ってるんで、まあ梅子さんもそうなんですけど、まあ、今回こうやってチャミさんとご縁ができたんで、まあ、何らかの形で知ってもらう機会が増えればなっていうふうに思ってます。僕喋りたいことこれだけです。はい、結構長かったっす。、はい、うん、まあ、今回チャミさん来てもらって、はい、こうやってトークさせてもらいましたが、はいはい、ちょっと温まってきたところでエンディングでございますけれども、どんなでした。なん、思ったより喋りやすくて、皆さん、うんうん、いや全然ね、思ったより面白くないですか。あ、そうですね。思ったよりって。動画に伝えきれないこのもどかしい面白さってすごいあって、そういうの伝えれないんですよね、なかなか。それは梅子の腕次第だろうっていうところが。いや、それはそんなお金もらってないんで、私コンサルはコンサルでまた別らしいプロデュースするよとして。柴田先生はもっと本当は面白い。動画よりかは全然面白いし、でも結構動画でも出てるかなって感じはする。いやちょっと出てない、まだ全然、もっと面白いと思う。あ、もっと面白いですよね。まだ今もっともっと話してほしいなと思って。あ、引き出しいっぱいあるのに。そう、着火しないといけないから。せっかくグルメのこといっぱい知ってるのに、ね、うん、
どうですか、また遊びに来てくれて梅子さんとこうやって会ってわちゃわちゃやる感じは。ぜひやりましょう。いいんですか、うん、はい、お願いします。なんか受けたいポペがあれば、はい、ぜひ相談してます、うん、ライトなやつでもいいからやってみて、うんうん、実際じゃあ先生の感じとか看護師たちの感じとかっていうのがどうかっていうのをチャミさん個人でありながら医大生の意見としても聞いてみたい、うん、あ、もう一個聞くのはそうですか、ドクター募集してるんですけど、はい、どうですか。あ、そうね、ちょうどね、ちょうどそういう話をしてて、全然まだまだ先生どうですか、卵から育てて真面目に言っていいですか。真面目に。え、まあないでしょ。あ、うん、本人はやっぱ大手から、うん、そうですよ、ことでした。それでいいですよ。あ、そう、そういうもんなんですか。そりゃそうでしょ。美容外科は考えてないんでしたっけ。あんまり考えてない。あんまり考えてない。どの方向に行きたいのあるんですか。内科ですかね。あ、じゃあ大手とかじゃないですか。やるとしたらっていうか、やるとしたらっていう感じ。そう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 。あ、どこからできたんですか。今日一応アンケートを取った時にすげえ申し訳なさそうに、あ、美容外科に行くつもりはありませんって書いてあってね。あわよくばだったんですよ。あ、そういうのもちょっと。来年もしそのまま新卒入社あったら面白いなと思って、それもずっと追っていくのも面白いなと思って。妄想がすごいっす。確かに2年あるでしょ。2年、そうそう、はい、うん、あ、そうか、その先ですね。だいぶ先だね。もしその間にまた考えることがあったら、まあ、気が変わる可能性ありますね。そうですね、そうなると感じると、でも大手なんでしょ、行くのは。いや、僕がね、大きくなってれば。あ、だから僕も別に医者になるまで一個も思ったことないんですよ、美容院かなって。入ってからですか。なってからです。あ、そうなんですね。うん、なってから、あ、美容でしょって書いて。ふと。ふとじゃないですか。ふと。あ、いかんだ。いかん。ふとじゃない。またぜひ。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。